防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショア2セット分、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが起訴され、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、
西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度高型警備艦と記載されており、この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって、イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この寄港から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦である最上型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、最上型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用隻数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、
防衛省は、地上配備型イージス・アショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。